今回は紫に追加された2枚のノーマルのうちの一種ノーマル浮島同士を紹介するよ。紫の特妙に持ちに組み合わせて強いノーマルがいないから漫画家の一本院入閣先生モトイエルトラック先生に視点をいただきました。契約は地域3で特妙にを持つ武将単体の武力プラス3撃破時の敵復活要素プラス10秒効果時間はやや短めなものの生島同士自身は武力3特妙に持ちのハイスペック。今回のカード追加で鬼持ちが増えて組みやすくなった鬼号令にも注目。唯一の鬼持ち1コストなのも長所かな。以前は特妙に持ちのみで鬼号令を組めるパターンは限定的な数パターンだったのがプレイヤーの得意スタイルに合わせて構築しやすくなったから式7武力プラス6速度上昇の高パフォーマンスを生かしやすい。俺を超えるか。鬼号令デッキは伏兵のいない相手にはこうやって開幕かなり強気にいけるのもいいね。視点をくれたエルトラップ先生は近距離寄りのプレイスタイルやからこのデッキは似合ってるね。まだまだ切れそうや。まだ戦いは終わっていない。風の動き一つまでもこの微木が動かしているのさ。剣族どもよ立ち上がれ。突撃せよ。ネッハッハッハッネッハッハッハ。突撃せよ。ネッハッハッハ。無理。突撃せよ。次やったらごひいきに。突撃せよ。長い気持ち。突撃せよ。突撃せよ。長い気持ち。悪魔め。突撃せよ。他の鬼よしぶといんでさ。撃つよ。悪いな。悪いな。残念。俺の剣からは逃げられるな。風の動き一つまでもこのビルから動かしているのさ。突撃せよ。まだ行くのかな。悪いな。これはいい茨城同士の使い方。超絶強化部隊が一方的に勝てる状況に持っていったね。次やったらごひいきに。戦機開放。戦機
取れない。無理。最後にちょっと締まらない追い方するの。勝てば優勝が決まる。試合9回2アウトから抑えのエースを出したらホームランを打たれて、点差があったから大丈夫だった阪神みたい。というわけで、エルトラップ先生にいただいた視点でした。鬼号令における茨城道地や大竹丸の渾身調整にちょうどいい計略とのこと。ご視聴ありがとうございました。